どうもエルザです。それではウォッチドッグスレイオンやっていきたいと思います。さてマリックファイルということで本部に侵入していきたいと思います。何か作戦はあるの？探すのはマリックファイルって文書だ。そこにカナダハウスの爆破にマリックが関わっていた証拠が載ってる。問題はその文書が一つのコンピューターじゃなくて国中に散らばってる複数のコンピューターに保存されてるってこと。それでどうすればいい？そう簡単には答えられない質問です。マリクに聞いてみるとしましょう。サーズはフィラメントというスーパーコンピュータを使っています。 CTOS ネットワークから情報を抜き取るためです。市民、政府、市販端末、つまりはイギリス中の記録を瞬時に調査できるヌードルといったところですね。さすがだねバグリー。侵入してバグリーをフィラメントの管理端末につなぐんだ。あとはバグリーがやってくれる。いつものことですね。あーここはあれか、いつぞやの荒らし回ったところか。それじゃ悪い奴らを監視しに行こう。おい、あと一人、あ、いた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 。はい、お疲れ。めちゃくちゃ見られた気はしたが、まあ大丈夫だろう。ねえ、こっちは。ね、回収して、ちょっと様子見しようか。あそこ開けたいね。そういうことだよね。あ、やっぱパスワードはそういうことか。あー、どっちかな。先にこっち始末かな。大丈夫よ、それはそのままで。ご苦労さん。ゾイもお願い。増援がどっちから来るかなんだよな。はい、じゃあテイクダウン。
これでとりあえず盗める。これ一般か。さあダウンロード。これはそうだね、この時のために待っとくやつだったんだね。あら、これは今夜の夢に出てきそうだ。いや、ダウンロードできないね。何なんだろうね。じゃあこれは？はあ。いやー、わかんねえな。上からか？上か。よし、じゃあこっから登っていって、まだ上。上。ドローン呼ぶ感じかな、これだと。これだったら連れていける。いやー、これ中の入り方が分かんないからね。どうしたどうした。よし、インターフェースからフィラメントの管理端末にアクセスするには、ブルームタワーからの私のパケットストリームと SARS の衛星ネットワークを同期させる必要があります。同期させないといけないのか。はい、あと一つそのあたりに。よし、これで OK。 あー、なるほど。さあ、ハッキング。これで SARS の詮索好きのコンピューターに侵入できます。地下に向かってフィラメントの管理者端末をハッキングしてください。建造物のセキュリティシステムに侵入者がいます。すみません、チャンネルがハッキングされています。建物のセキュリティコントロールを掌握した。無駄に血を流すつもりはない。私の話を聞いてくれ。誰が聞くか。ゼロデーは爆破の直前に議事堂の警備を掌握した。これが奴らの手口だ。勘違いするな。私はデッドセックを排除したいとは考えているが、命まで奪うつもりはない。お前たちは自らの力を示した。私ならその力を今以上に有用に使える。私に協力しろ。お前たちにはまだ利用価値がある。ゼロデイに入れ。それならアルビオンの方がまだマシだよ。
ゼロデイ。いや、サーズだ。何にせよお前たちは事実上私のために働いてきた。それに私たちには共通点がたくさんある。我々はどちらも暴力によってロンドンをより良くしようとしている。唯一の違いは、私は自分がどうなりたいのか理解しているということだ。強大、盤石、統合、安全、それが私の求めるものだ。お前たちはどうだ。イデオロギーについてあんたが語らないで、このファシスト。いいだろ。お互いに相入れないのであれば殺し合うしかないようだ。まあね、利用したいだけだからね。お、これだけ。んー、じゃあ降りていきますか。お、ここ入れたんだ。はいはいはい。え、さて調べてみようか。ここだよね。あ、やっぱあのエレベーターはそのためだったんだね。これも違う。まだ使えないのか。さあ内部に侵入。あの中央サーバーがフィラメントの管理端末です。こちらがアクセスできるよう接続してください。マイクロウェーブドローン。はあ、繋げるか。でもそんなうまい話あるかな。マリクがマイクロウェーブドローンを展開しました。サーバーの再起動を阻止する心づもりのようです。ごめん、なんて。マイクロウェーブドローン、フィラメントの新たな侵入者対策です。不正アクセスされたハードウェアに対して小型のマイクロウェーブキャノンによる局所的破壊を行います。コンピューターの化学療法といえば分かりやすいでしょうか。ドローンが展開されている間はサーバー室は自動的にロックされます。どうする。マイクロウェーブドローンをハッキングして同士打ちをさせてはいかがでしょうか。なるほど、やってたことは正解だったんだね。ドーン。はい、強っ。停止して、お、ドン。ちょっと戻って、ハッキングしたかったんだけど、これ待つか。
ご苦労。んで、最後の一人が、いたいた。ん？ロックダウンを開始。ドローンを停止させる。あー、でも最後のあれも壊さないとダメだよね。よし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 、マリクにロックされています。彼はサーバーに直接干渉できるようですね。どうする？電源を入れ直せばあちらの接続もリセットされます。そうすれば侵入に必要な時間は十分確保することが可能でしょう。しかしフィラメントはそれぞれ独立した電源を使用する3つの量子プロセッサーを使っています。これらは個別に再起動させなければなりません。要はプラグを抜いて差し直すってことだよね。大体そんなところです。よし、じゃあ開いたね。まずは一番右から、一つ目。さあ一つ目で、二つ目付近に、いるんだよね。よし。なんだよ。携帯はダメ。さあ、3つ目早く終わらせよう。このドローンどうにかしていただけませんか。空気の読めないやつでして。クソ、このポンコツドローン。こちらはピクニックで来たわけではないんですよ。ジャムをねだりに来たのならよそへ行ってください。さあ、あと一つ。意外とショットガン当たりそうで当たらないね。はい、ドローンを撃ち落としていただけませんか。立ち去るよう礼儀正しくお願いしたのですが、言語の壁があるようです。俺はこれは40キロのセムテックスの保管記録が揃っていますよ。ペーパーカンパニーを何社も転々としていますが、最終的にはサウスオールの住所に登録されています。その通りの向かいに30年以上住んでいたのは誰だと思いますか。ビクトリア・マリクとイムラン・マリク、リチャード・マリクの両親です。それだけでは何の証拠にもならない。よし、あと一つ。マイクロウェーブドローンともそれなりに長いお付き合いになりましたので、僭越ながら名前を付けさせていただきました。彼女はエイダです。人思いに殺してください。うせろこのクソガキ。私はあなたの新しいパパではありませんよ。エイダか。
一人いなかったっけ。いい加減マイクロウェーブドローンをどうにかしていただけませんか。大変心温まる話題です。カナダハウスの周辺エリアはちょうど爆発前後のタイミングで予定にない訓練を行っていたようです。施設群の監督者と匿名の SARS のアカウントがやり取りしたメールを入手しました。これがニュースになっていないのは不可解です。被害を最小限に抑えようとしたのが悪いことだとでも言うのか。その手の偏見にはもう飽き飽きだ。偏見ね。いやよし、これをご覧ください。きつい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 。爆薬の設置を指示された SARS のエージェント2名が挙げた報告書です。日付と署名は内務。え？銃が弱いか、そういうことか。そんな、マグリ、何も起きてないって言って。仲間は空にある大きなセーフハウスに旅立ってしまいました。興奮を抑えきれません。カナダハウスの警備主任の娘がカイロ刑務所に収監されていたのをご存知ですか。しかも爆破の1週間前に御社で釈放されています。彼がエジプト人に圧力をかけた SARS 高官に対して非常に大きな借りがあるのは間違いない。そうは思いませんか。確かにな。はあ、もう一度か。結構ハードだね。よし、まずは。はい、終わり。うまくいった。さあ、こっから本番。このドローンどうにかしていただけませんか。空気の読めないやつでして。はい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 、近くにいなければいいんだもんね。これはこれは、40キロのセムテックスの保管記録が揃っていますよ。ペーパーカンパニーを何社も転々としていますが、最終的にはサウスオールの住所に登録されています。その通りの向かいに30年以上住んでいたのは誰だと思いますか。ビクトリア・マリクとイムラン・マリク、リチャード・マリクの両親です。それだけでは何の証拠にもならない。クソ、このポンコツドローン。こちらはピクニックで来たわけではないんですよ。ジャムをねだりに来たのならよそへ行ってください。大変心温まる話題です。カナダハウスの周辺エリアはちょうど爆発前後のタイミングで予定にない訓練を行っていたようです。施設群の監督者と匿名の SARS のアカウントがやり取りしたメールを入手しました。これがニュースになっていないのは不可解です。被害を最小限に抑えようとしたのが悪いことだとでも言うのか。その手の偏見にはもう飽き飽きだ。これをご覧ください。演習の一環として爆薬の設置を指示された SARS のエージェント2名が挙げた報告書です。日付と署名は内務大臣によるものです。大臣にとっては最悪の一日になりそうだ。はい、抑えきれません。カナダハウスの警備主任の娘がカイロ刑務所に収監されていたのをご存知ですか。しかも爆破の1週間前に御社で釈放されています。彼がエジプト人に圧力をかけたサーズ高官に対して非常に大きな借りがあるのは間違いない。そうは思いませんか。
確かにな。よしよしよし。もうちょいもうちょい。ドローンを撃ち落としていただけませんか。立ち去るよう礼儀正しくお願いしたのですが、言語の壁があるようです。そうだね。むしろ使わせてもらおう。マイクロウェーブドローンともそれなりに長いお付き合いになりましたので、僭越ながら名前を付けさせていただきました。彼女はエイダです。人思いに殺してください。マリクも侵入されたハードウェアをマイクロウェーブドローンで破壊するのは諦めたようですね。あなたにターゲットを移行しています。受ける影響としてはそう変わらないのでご注意ください。これは何でしょう。あなたのラップトップから出てきたんですよ。マリク、あなたが行ってきたちょっとした副業の証拠ですね。率直に言いますが、爆破事件陰謀ドットドックとでも名前を付けた方が良かったのではないでしょうか。いい加減にしろ。これは許されない。断じて私は認めないぞ。各電源は再起動されました。まあ、認めなくてもね。中央のコアに戻って処理を完了させましょう。やったねバグリー。よし、あのバカを捕まえよう。喜んで。本当だよ、あいつマジで捕まえようや。めちゃくちゃ大変だったわ。味方一人失ったしね。いやーきちいな。お気に入りだったんだけどな。フィラメントと完全に統合しました。マリクは自身の痕跡を隠蔽する時間がなかったようです。これなら追跡が可能です。やって。では始めましょう。高齢、若年、醜い、これは女性。見つけました、彼です。やあマリク、接続を切っていましたね。もしかして便秘だったのでしょうか。ええ、ブリーフケースがなくては始まりません。誰かに閉じ込められたようです。ご心配なく、無駄な、うまくいきましたね。おい、何なんだ。なかなかの妙案です。本気で車を使って逃げる気でしょうか。あの車は町中の自動監視デバイスに接続されていて、管理者は私です。自動運転中です。何？どうも、作望家なのに追い詰められると頭の回転が鈍くなるのですね。いやー気持ちいいね。苦しめられたからね、ここまで。で、次は？ GBB からアベリストビス牧羊業界新聞に至るまで全ての報道機関にマリクファイルを送信しました。整理に時間がかかることは考えられますが、デッドセックの潔白は証明されるでしょう。少なくともこの件に関してはですが。マリクは？私に借りがある自動運転車に乗り込むとは初歩的なミスですね。その箱が彼を安全な場所に運んでくれます。あの車をテムズ川に突き落としちゃダメな理由なんてあるか？私だってそうしたいよ。でもあいつはゼロデイに深く関わってるはずだ。全体像をつかむためにも真相を確かめないと。マリク、今のをお聞きになりましたか？今度こそ本当に手を貸していただきますよ。このイカレロボットが、やめろ。さあ、これちょっとすっきりしたね。さて
て、マリクはセーフハウスで確保しています。無事ですよ。よし、奴を捕まえたからには思う存分話を聞くとしようか。ゼロデイについて知ってることを聞き出すんだ。でも距離感を見誤るな。生きてる限り脅威に変わりない、そういうやつだ。さあ、門の野蛮人ということでセーフハウスでリチャード・マリックに尋問するらしいんですが、まあ今回はここまでかな。ちょっとニュース見ようか。リチャード・マリック反テロ対策局長はこの度自ら捜査を監督し、デッドセックロンドンのメンバー全員の身元を明らかにしました。身元ね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと一人ロストしてしまったけど、また次回やっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。 GBB が我らが友人。